12時までうろついてこよう。行こう。どうもアザラシです。桜大戦2、こちら桜大戦2の実況のパート2となっておりますね。いや1との違いあるね。時計が鬱陶しいぞ。こっちやったら左行くし、こっちやったら右行くし。とりあえず売店行って椿君を見よう。椿ちゃん、椿ちゃん、いらっしゃい。何をお求めですか。かわいい。てか散々今ロビーで話してたでしょうが。大神さんじゃないですか。お久しぶりです。高村椿です。そばかすがもう目立つようになってる。1より目立つようになってる。でもかわいい。椿ちゃん、俺もまた椿くんって最初言ってた気がするけどね。いつの間にはちゃん付けになってる。はい、米田支配人からお聞きしてずっと待ってたんですよ。かわいい。なんといっても大神さんはこの売店のお得意様ですからね。あ、そうそう、大神さん、もう着任届は書きましたか。着任届、いや、まだだけど。ダメじゃないですか。かすみさんやゆりさんが困っちゃいますよ。うん、それじゃあ私が事務局までご案内します。ま、マジで。さ、行きましょう。もっとブラブラしたかったの。案内してくれる。あは、大神さん。特に思い出のないやつ。私のこと覚えてますよ。まあ、さっきね、榊原由里です。あ、梅の名前榊原だったのか。昔日ハムに榊原っていうピッチャーがいたよな。私です、ジムの藤井かすみです。確か新人を取ってるんです。藤井かすみ、藤井だったな名字。それじゃあ大神さん、こちらの高村椿を覚えてお願いします。椿ちゃんが何歳かにもよるよな。はい、結構です。椿ちゃんが14、5とかだったらさ、アイリスはちょっとアイリスがどのコーナーおかしいよとかって言ってるのもさ、あんまり説得力なくなってしまうよ。面白い噂話があったら教えてくださいね。新しいブロマイドもたくさん入荷しましたから買いに来てください。基本的にブロマイド買いに行くから、ブロマイドを買い、鼻がちょっと詰まっとる。買いに行くから椿ちゃんの世話にはなるんだけど、この右2人は特にこれといってなんか世話にならないんだよ。いや椿ちゃん随分ご機嫌だね。あ、声がなくなってしまった。うん、何が一番嬉しいか、そりゃあお前椿ちゃんに会えたことでしょうが。おっと、あーって一気にナンパとか上がっちまった。こんなところで。もう冗談ばっかり。小上さん本当にナンパなんですね。ナンパじゃねえ、俺は一途だ。俺は椿ちゃんに対して一途だ。日頃の態度によって、小神さんの言葉の伝わり方も違ってくるはずですよ。メタ的なことを言ってる。うん。レッド・イット・ビーでね。レリゴー、ありのままに。俺は死ぬのは一体どっちなんだろうな。結構時間がありますね。もう挨拶も済ませちゃったしね。とりあえず、あ、ダメだ。なんか攻略するサイトみたいなもの見た方がいいかもしれない。選択肢が多すぎて。とりあえず、さくらくんに挨拶して、おっと。アイリスちゃん。いや、ちょっとね、みんなの部屋を見に行こうと思ったんだけど。ウィス。そうか。寂しいよ、寂しい。うん、あ、でもこれアイリスのことを思うと、アイリスがやるだけで大丈夫って言ってよかったのか。はい、
と申します。まあ好感度上げるだけがねコミュニケーションじゃん。いやでもな、さくら大戦そういうゲームかな。さくらくんの部屋に行きたいんですけどね。いない？いる？いないね。二人しかいないうちの一人を見つけるっていうのはなかなか。お？ここが俺の部屋か。他の部屋に行くよね。中に入ってもしょうがないよね、多分。遊戯室できてる。とりあえず歩いてみて誰かに遭遇するのを待ってるという感じで。またアイリスじゃん。鬼行っちゃう。ブラブラしているんだよ。へえ。じゃあそのリボンについて。おお、好感度上がった。ジャンポールについて。ジャパニーズだな。握手って文化って日本人か。声かけるよりは握手をした方がやっぱぬいぐるみあたり喜ぶと思うんだ。服に注目。あ、ちょっとカーソルの動きが怪しい。綺麗な金髪だな。リボン、真ん中の赤いリボン。目をもう一回見る。あ、なんか変わるのがあるね。押せない。目を見る。じっと見る。口だな、やっぱり。これで終わりだ。どう思う？いや、まだあんまり見てないかな。あ、舞台とか見てみるか。もう聞いてる仕事が。タタタッと飛ばしちゃったぞ。雑用は雑用でね、大事大事。ちょっと動きがカクついてます。舞台に誰かいるか。テク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 。あっ歩き回ってるだけなのに人に会う。あっ、ここでさくらくんに遭遇。めっちゃぶつけたるやん。鼻か鼻あたり。何をしてるんだいかな。何か手伝おうかじゃないな。厨房で、はい、厨房で何を。厨房に行っていいのかな。大体大神の歓迎会的なことをしてるような気がするんだけど。歓迎会の準備じゃないか。厨房に行っていいんすかね。あ、誰もいない。まだ時間がある、まだ時間がある。舞台袖。おっ、うまく拾えてる気がする。あら、立ち入り禁止。はあ、どういうことだい。時間がまだありますね。
12時まで時間があるからね。お、会うね、出会うね。日向ぼっこかい、日向ぼっこかい。お、あ、さくらくんにだけこのカーソルが、色目線カーソルが。いやいや、綺麗な髪だと思ってね。そんなセリフが、そんなセリフがホイホイ出てくる大神さんなんて。目を見る、じっと目を見る。さくらくんの目に俺は映ってる。恋人同士か。この着物はよく似合う。こういう、押してみよう。さくらくん、胸は大きくなったのかな。もう一回押すと絶対好感度下がるんだけど、でも押すよ。押していいっすか、押していいっすか、押していいっすか。押します。あー、言い訳はしない。男大神、言い訳はしない。失敗したな、すまん。つい露骨に好感度が下がってしまった。見ないようにしましょう。女性の胸元は見ないようにしましょう。大神さん、春は出会いの季節ってよく言われますね。新しい出会いの日、かまわない。あ、わからん、どっちだ。きっとたくさん作れるさ。下がって上がってプラマイゼロ。地下に行けない。大体さくらくんに会った。あとどこ行くべきだろうな。一回客席、なんもないだろうな。なんもないな。あ、行こう行こう。もう時間だ。もう時間ぴったしに行こう。どこ、コンコン。大神です。米田支配にいらっしゃいますか。えねてねね。本日一蓋丸々を持ちまして帝国海機隊に配属となりました大神一郎、出頭しました。遅刻の字を見るとビビってしまう。俺かなと思っちゃう。隊長として当たる。普段は帝国海機隊の説明はいい、説明台詞はいい。ウィ、知ってます。気を引き締めていきます。ピラリン。うわぁ、たまげたな。取ってやった服なのね。お、あれ、さくらくん、アイリスモーション、アイリスモーション。よく覚えてるね。それはもう2年前になるんだな、この桜大戦内時間としては。角が立たないようにやっていく。出会った時にはアイリスは9歳で、そこから1年戦って、で1年間の演習とかに行ってて、でアイリス11歳になったということですね。さくらくんが確か17ぐらいだったから19ぐらいになったのかな。待ってよ、説明書を見るから。いいお年頃ですな、桜子。あ、そんな簡単にバラしちゃって。
取説を。この夢がずっとずっと続いてほしいって書いてある。裏からめくったらと、あっと、あれこれでいいんか、ちょっとずれたから怪しいぞ。これでいいかな、いや怪しいな。年齢だけ、年だけ確かめさせて、年だけ。今さくらくん何歳なのかだけ。着替えるからちょっと待っといてください。あれ、おい、丁寧に脱ぐ。はいはい、時間が時間が時間が、はいはい、服を畳むね。ふいふい。で、ズボンを履くね。はいはい。まあなんかあるな。髪を溶かす。完璧か。完璧すぎる。ちょろい、ちょろすぎる。ちょっと時間かけただけで。あれ、しかしだな、隊員のプロフィール的なものがない。あれ、おかしいな。こっちか。ペラ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 。あ、これだ。へえ。なんかね、説明書とは別に大きいポスターみたいなのがあって、その裏にキャラクター紹介がついてる。それにありましたね。さくらくんのこのワンピースめっちゃかわいい。かわいいな。見えない、見えない、裏側でこそこそやって。さくらくん19歳ですって。生年月日1905年7月27日、8日生まれ。身長155センチ。体重44キロ。スリーサイズ。82、56、81。血液型 A 型。出身は宮城だそうです。そのようなことが分かってしまう。これを見ると。大神って出身栃木なんだって。大神隊長。面白いな、いろいろ書いてある。アイリスは出身フランスのシャンパーニュ地方って書いてある。他の、うん、マリアはロシアのウクライナとか、海外勢もちょっと、コーラは北京とかって書いてある。ソレッタ織姫とレニミルヒ・シュトラースに関してはイタリアとかドイツって書いてある。タッタラッタラーラーラータラララテテテテテテテ。長いな、このパート。さてはかかってるな。おい、何しよう、何でしょうか。ほう、え、そうか、最初から織姫が来るのか。仲良くしてあげないのね。知っちゃってる。説明書読んだから、イタリア出身の字に分かっちゃってる。説明書っつうの、なんつうかな、キャラ紹介目録みたいなのする。それって織姫だ。おお、アニメーション。イタリアって感じせんけどな。
スペインだよ。カルメンとかってスペインってイメージあるの。あれイタリア。チャオ。チャオ。ソレッタ織姫です。よろしくお願いします。織姫って呼んでください。ください。ソレッタの家はイタリアでは赤い貴族と呼ばれる名門だ。おう、そんな方がなぜ日本にいる。辺境の地に。この3人は霞、ユリ、ツバキ。まあでもソレッタ織姫って名前からしても分かるな。劇場のジムを取り仕切っておる。ハーフですね。そしてサクラとアイリス、うん、花組の隊員だ。はい、新宮寺さくらです。よろしくお願いします。やっほー、アイリスです。あ、織姫の年齢知りたい。仲良くしてね。年齢知りたいぜ。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。髪を開きつつマウスカーソルを動かそうとした。大神一郎、ソレッタは17歳、さくらくんに2つ下。さくらくん19歳だからね。ソレッタ17歳でございます。7月7日生まれ。おっと、真面目な挨拶をしよう。さくらくん背低いな。155センチしかない。さくらくんコーラよりも背が低いとかね、とかね。織姫157.8センチって言われて、日本人の平均的な女子の身長ぐらいだ。庄司さん、うん、私はっきり言って日本の男を好きがありません。そうか。日本の男、軟弱で意志が弱くて小ずるいです。言ってくれるぜ。体調だかなんだか知らないけど、私の足を引っ張らないでくださいね。引っ張らないでくださいね。織姫くん、まあまあ、挨拶はそのくらいにして、織姫も大神も座れ。こんだけあのなんか強権ぶりを発揮されると攻略対象にしたくなってしまう。何これ、床が草でできてます。草入る。織姫さん、イタリア生まれだからわからないんですね。んこれは畳っていうんです。畳っていう草です。日本人は草の上で生活するんですね。モンゴル人だって草の上で生活するわ。草原の上で。劇場もボロっちいし、もういろいろ最低って感じ。あ、言ってくれる。ローマの優雅で格調高い劇場が懐かしいです。まあ確かにローマの劇場は格調高そうだ。織姫ってローマの劇場に出てたの？ローマだけじゃなくてヨーロッパ中の超有名な劇場をいつもいつも超満員にしてたのです。日本語うまいな。日本語うまいな。すごいですね。あ、もう25分ぐらいになってそうな気がする。途中カットしようとした部分があって、そのせいで時間が正確に分からんけど、これ以上付き合ってられません。お、織姫さん、どうしたんですか？切れるポイントがわからん。別に、ここにいても退屈だから帰るだけです。しかし変な服だな。ちょっと待ってくれよ。俺が何かまずいこと言ったんなら謝る。とことこれ以上お話ししても時間の無駄です。お先に失礼します。追いかける、追いかけるに決まってる。ええ、私たちのこと、いや、火に油を注ぐ的な感じになっちゃうか。失敗したか。ほっといた方がよかったか。織姫くん、ちょっと待ってくれ。あら、庄司さん、わざわざ追いかけてきたんですか。
当たり前だろ。今日から君も同じ花組の仲間なんだ。君がなんで経験を損ねたのかは俺には分からないけど、いきなり怒っていなくなってしたらみんな心配してしまうよ。少尉さん、間違わないでほしいんですけど。はい。私は花組の仲間なんかになったつもりはありません。え、じゃあ何のために。それどころ、皆さんは私の引き立て役にすらなりません。はあ、なんだって。そして少尉さん、はい、あなたみたいな日本人の男に私のそばをうろつかれるとスキンスキンになります。鳥肌ってことかな。あなた梅雨の日本と同じ、追いかけて来ないでください。梅雨の日本は別に追いかけて来ないと思うんだが、これ追いかけていくの失敗したかな。追いかけてほっといた方がよかったかな。はあ、こんな感じになっちゃいました。隊の状況確認、普通の気分、みんな普通の気分ですね。とりあえず今日はここまでにしようかな。戦績の表示、ほう、あれこんなんあったっけ。戦績、愛の歌だからかに売れてる戦士たち、心まで鋼鉄。よし、おしまい。今日はここまで。ではね、風呂入って寝よう。ほんなまた。